それでは、えー、全体フィードバックやっていきたいと思います、えー、まずダイビングのシーンですね今回ちょっと台を使ってダイビング飛んでいきましたがこれ全あの分析していきたいと思います、えー、着地したここの反動これがいわゆるプレジャンプですねプレジャンプこの着地の反動を利用して飛ぶことによってまあ、早く反応できたりだとかよりパワーを持って えー、ダイビングができるようになりますよっていうところなんですけどまず着地した時のこの12の踏み込みこれができるだけ早く踏めることっていうのが大事になります今見てもらうとこっちの足がついた後にこの足を遠くに突きに行こうとしてますその結果こうボールがこう、まあ、飛んできてるような形になるんですけどダイビング飛べるフォームに入るまでにここまでボールがやっぱり飛んできてしまってるような状態なんですね。 本来であれもボールがここまできてたらもう体がぐーっと傾いて地面から足が離れ始めとかないとちょっと間に合わないかなっていう形になるんですが遠くにつきに行くことでフォームは確かに綺麗ですストレートライン足から肩までのライン綺麗にできているのでこのまま傾けていけば飛べますような形なんですけどまあ結果的に反応が遅れてしまうと12これもですねはい 足ついた時のこの足の向きが今度はつま先が完全に外側を向いているような形になります。そうすると人間ってつま先は向いている方に体が向くので右肩が後ろに下がります。体の向きがこっちを向いているような形になるってうことですね。本来であればボールシューターの方向いていきたいので体の向きこういう風に向けていきたいので最終的にはつま先がもうちょっと 斜め前ボールを捉える位置に向いておくと右肩がもう少し前に出てくるかなと。でこういうふうに外側を向いてしまった結果ボールを捉える位置はもう最初から後ろになってますよね。でもボールがどん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 遠くに飛んでいってしまうのでこう入ってきたところこの最短距離で止めたいのがよりちょっと離れたところに捉えるポイントに持ってきてしまっているのでまあ、ゴールにはね結果的にここ入ってないですけど。 サッカーのゴールだったらここもう一回り大きいような形になるのでまあちょっと届かないかなというような形ですねプレー方向ですあとは単純に踏み込みがすぐに踏めてるパターンなんですけどこの時には逆にストレートラインが綺麗にできてないよっていう状態です踏み込んだ時につま先よりも膝が前膝よりも肩が前に入るとこのストレートラインっていうのが綺麗にできるんですが 今はつま先の上に膝がない状ので,、ね、で体が上にこう立ってしまってる状態になるので踏み込みをしっかりできてても、まあ、届かないって思っちゃうんですね。あの視覚的にここボールが遠くに感じられてしまうので。なのでやっぱりしっかり、えー、プレジャンプから降りた時にフォームダイビングフォームを作りに行く素早く作るっていうところが一つポイントになってくるかなと思います。見逃さないためにもですね。 でこれに関して言うとつま先の向き足の踏み込みがもう少し前に来てよかったかなというところですね。でつま先よりも膝はまあ若干前に入っているような形にはなってるんですが肩が入ってきてないのでこれもストレートラインができずに体が上に立っているような状態になっています。なのでそこら辺がもう少し改善されるともう少しダイビング的にも体が傾いてこういうふうに足から着地っていうところがなくなってくるかなと思います。 しですねこれもちょっと遠くに踏み込みつきすぎてる感じありますができればこの右足がつく時にはこっちの足が離れてるといいですね。そうすすると体がぐーっともっと体体がもっ傾いてきますこの足がつきっぱなしになってしまう結果分かりますかね高いボルトが来た時にこんな感じでちょっと対応が難しくもなってきてしまいますので、えー、ステップのところ。 ダイビングフォーム作るところは普段のローリングダウンの練習のところから意識してみてください。で1対1のシーンなんですが結構こういうボール移動に対してこっちのキーパーの選手みたいにあのポジションをね常に移動させてっていうところは非常によくできてきてるかなと思います以前に比べたらですねで。あとはやっぱ距離感に応じてどのスキルを 使ううののかってていいいいいはある程度準備しておいていいと思います今であればもうペナルティーエリア内でこのぐらいの距離感なので、まあ、今回練習したようなコラプシング足払って素早く反応するようなスキルやりましたねっていうところをまあ基本的には使うことを想定しながらプレーできるといいんじゃないかなと。であとはポジショニングのところでこの45度45度このサイドから逆サイド。 っていうパスになった時にまずこのボールホルダーに対してしっかりプレッシャーがいってるのであればここの次の逆サイドここ入ってきた時は基本的にはキーパーが狙っていけるようにしましょうなぜならこのディフェンスがボールとゴールの間に入っていくっていうところ難しいっていうふうに考えられるからです。ここもう間に合わないですよね じゃあ,あとゴール側から守れる人誰なのってなった時にはやっぱりキーパーしかいないのでこのタイミングでは本来であればステイでやってしまうとちょっと距離感的に、まあ、4メートルぐらいの中途半端な距離感になってしまいますんでこのボールが出た瞬間もうここに出た瞬間には自分が行くんだっていう狙いを持っていざ出た時には自分がここでもう前に入っていけるようにっていう狙いをね持てるとストップできるんじゃないかなと。 思いますであとはこういうところですね裏のこういうパスが来ることもちゃんと想定した上でのスタートポジション取ってフロントダイビングこの人が後ろ向きでこう守らないといけない状況になった時に前向きで守れるのはキーパーしかいないのでこういったところも見るだけじゃなくてフロントダイビングを奪えるとこのディフェンスもすごく安心しますし自分的にもピンチを防げるのでそこは狙っといてほしいですね。 であとはこう短めのパスこっからこっちに返ってくるパスに関してのポジションの移動なんですが、まあ、基本的には前に出るの難しいと思うのでこの人が寄せるシュートコースをギリギリまで消すという形ですね。で今左から右にパスが出てるのでこの人のシュートの角度的には真ん中よ真ん中と真ん中よりもこっちのファーサイドがシュートコースになります。 ニア側に関してはこのディフェンスがある程度塞いでくれるだろうという想定のもと今でいうとキーパーは真横ではなくて斜め前にポジションを取ってここのアングルを狭めながらここを狙っておくっていうのが基本的な守り方になります。でそれをした上でここのポジション今低いので上げるってことですね。それをした上でしっかり寄せさせて裏パスが出てくれば自分が行くっていう狙いを常に持っておくってことですね。 これが2人でやっぱり剥がされてしまうと厳しいので役割分担をしっかりしておくこと寄せろなのかえリトリートするのかっていうところですねここをしっかり頭に入れておきましょうラストですね寄せたところからここもえ立ち位置的に今回はここからここだったら前に出ましょうねって言ったんですけれどもどっちかというとこうマイナス気味で受けてるシーン こここれれににに関ししてててははデディィフフェェンンスス走れば間に合うので任せてしまってよかっかたと思います。ただ今みたいにこうリトリートして後ろに下がってしまうと相手に余裕を持たせてしまうのでしっかり前に寄せる距離感をとにかくなくさせることでそのこの人が出たことによって空いたこの裏のスペースはキーパーが守るんだよっていうところをしっかり狙いとして。 持っておいた方が距離感中途半端ににならずにあのスキルのね選択も簡単にできるかなと思いますのでそういうふうに狙いを持ってプレーできるように、えー、来月も練習していきましょう。